池袋なう、浅川図です。キビリアンです。ええー、第71回 NHK 紅白歌合戦を見ずに喋る会がやってまいりました。<laughs> <laughs> イエーイ <laughs> いや、そりゃそうだよね。オンエアの前に撮るんだからね。<laughs> 今年はね、まず、あの、司会者がね、大泉さんが、うん、っていうことで、ちょっとこの、 内村さん。内村さんはもうだいぶ連続でやってるよね。はい。で、えっ、ー、と NHK のアナウンサーで、で、白組が大泉洋さんで、 赤組が二階堂ふみさんなんだね。うん,うんうんうん。うん。あの、大河ドラマとかね、出てましたけれど、ということで、まあ、今回ね、出場歌手が、まあ全部ね、決定したっていうことで、えー、まず初出場の人からね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけれど、はい。ジュジュは初なんだね。結構意外ですよね。何回も出てるようなイメージだったけど、でも私が好きな番組の、 NHK の番組のメインパーソナリティっていうか、ね、あの亡くなった三浦春馬さんとも何か番組やってたもんね。う,でう,でなのでうんまあいろいろなちょっと今年は思うところあるだろうな。あ、うん、あとはまあ 今年すごいヒットしたって言うとあのエイトだね。ああ、はいはい。これさ、エエイトエイトって言うけどさ、俺最初これ読めなくてさ、この人だと思わなかったわ。<laughs> なんか数字のエイトだとばっかり思ってたんだよね、<ー>最初。ああ、なるほど。チョコプラの人がね、モノマネして、すごい似てるっていうんで話題になりましたけれど、あとま、意外なところでは東京事変。うん。びっくり。シーナリンゴとしては多分出たことあるんだよね。なるほど。 あとはま、この赤組で言うとベビーメタルね。うん。ベビーメタルが紅白出んのかってのはなかなかね、面白いなとは思うんだけれど。あとはちょっとね、桜坂46。なんか名前変わったんだっけそうです。桜坂になりました。契約から桜になったのか。はい。っていうのがまあ、これだからあれか。名前変わったから初っていうことになってんのかな。そういうことだと思います。あとは、虹。二十。二十ですね。 知らないなあとは、ミレットさん。ミレット、知らないです、私も。あとね、この、白組で言うと、このジャニーズ枠で、えー、ストーンズとスノーマンが出ると、っていうことですけど、ざっと見た感じ、意外なところはあるかなあ、この人出るんだ、みたいなのは。ーひろみですかね。基準わかんないって思うんですよね。ヒット曲があるかないかみたいな。ちょっ今年何したのって思う人が出るんで。<laughs> なんか <laughs> <ー>、なんか、基準がわかんないです。ま、これ、紅白に関してはな、もうずっとそうだからな。うん、今年流行ったっていうやつと、別に流行と関係ない人が、ま、必ず出てくると。まあ、いつきひろしさんが鳥を取るのかなこの流れだと、ね。んそんな流れですよね。あ、それとも嵐かなあー、ありえる。 ええー、あとはまあ、星野源さん6回目。で、意外とね、ミスチルが2回目なんだね、まだ。うん。紅白出るイメージは確かにないね。ないない。意外に少ねえなと思ったのが鈴木正幸さんね。 確かに。アニソン歌ってたよな、またな。はい。かぐや様ので。そう,そうそうそう。そうあと、まあちょっと話題になってるのが、ミーシャさんが、うん。落馬で、なんかね、骨折だかなんだかっていうことで、まあ松田聖子が鳥になるんじゃないか、みたいな話になってますけれど。いやー、個人的には、事変に鳥を飾ってほしいんだけどな。あと、あ、そう、あいみょんがね、今年も2回目っていうことで出てますけれど、オフィシャル。ヒゲダンディズム。 ヒゲダンディズムもま、2回目と。このチビリアン的に、この人見てみたいなっていうのは。自編ですかね。そればっかだな。だだって正直さ、<laughs> 自編しか興味ないよ、今回。ま、俺ベビーメタルもちょっと見てみたいけどな。あ,<ー>あとパフュームも出るでしょ。パフュームも13回なんだね。すごいね。すごい。紅白でどういうパフォーマンスすんのかが気になるって言えば自編。なんか私何が嫌だって、 紅白ののななんんか合間の茶番劇が嫌なんですよ <laughs> すげえわかる。<laughs> いらないよね。そう、いらない。本当に。あれがすごい嫌なんですよね。なんか見てて恥ずかしくなってくんだよね。そう、なんかね。なんか嫌なんですよ。台本がっちりやってる感じがさ、うん、ちょっと苦手なんだよね。あ、グリーンが初出場決定っていうことで、<ー>朝の連続テレビ小説のエールの主題歌を歌って、 っているとなるほど。これでもグリーンって顔出ししてないんだよね。はい。確か。書いてある。2007年のデビュー以来、姿を明かしてこなかったグリーンと、今年の8月に放送したライブエールでは、AR を駆使した映像演出で大いに話題になったかと。なるほど。いうことで、えー、無観客の NHK ホールで果たしてどのようなパフォーマンスをってことだから、まあ、本人たちが出る っていうんじゃなくて、なんかテクノロジーを使った演出になるんじゃないかなと。うん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 。今年は無観客なんだね。いや、そうですよね、そりゃ。今年はそのフェスとかライブに関しては、まあ、大打撃だね。そうですね。まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど。大晦日とか、初詣とかもまあ、行く人少ないだろうね。それ私もだって考えてますもん、ちょっと。どうしようかなって。毎年行ってたんだっけ あの、昨年はインフルエンザになったもんですから行ってないんですけど。<ー> <laughs> 今年はちょっと落ち着いたらかなーって思ってます。行くにしても。去年だっけ一昨年だっけあの、役年だったよな。また役年ですよ、来年、私多分。前役女性は30代で2回あるんだっけそう,そうです、そうです。いやー、ややこしいね。まあ別にでも、私最後の後役の時役払いいかなかったし。大丈夫っしょ。<laughs> 役払いしたってだってな、コロナになっちゃったらなやっと役が終わった年にコロナになったから。<laughs> いやいやいや、関係なくないって思いましたよね、やっぱり。<laughs> やっぱり関係ないんだなと、とやっぱり関係ないと思う、本当に。<laughs> <laughs> まあ、今年は、でも、まあ、行かない方がいいと思うよ。うん。服を願って行って、その場でコロナかかったらもう、本末転倒じゃん。<laughs> いや、ほんと本末転倒だと思う。神様も、その一回ぐらい許してくれるだろう、行かなくったってな。ていうか、神もきっと迷惑ですよ。そこでだってコロナにかかっちゃったりしたら。来んな来んなって思ってるかもしれないから思 <laughs> ってるかもしれない。今年だけは来てくれるなって思ってるかもしれない。とていうことでね、まあ、この、71回の紅白のね、この、まあ、人選を、 と見てますけれど、今年振り返ってみるとまあ、ちょっとそういうライブができなかったりなんだりっていうことで、音楽業界としてもまあ、非常に痛かった一年じゃないかなとは思うんですけれどね。はい、来年はちゃんと客入れて紅白ができるような世の中になってりゃいいなと思うけどな。そうですね。フェスがなくなるっていうのはね、それを楽しみに、 頑張ってる人もたくさんいますからね。来年はね、フジロックとか、サマーソニックとか、できるようになればいいなうん。まあ、俺たちのこの番組はコロナのあんまり影響を受けないで、このリモートで収録左右されないからっていうのがあるんで、まあ今まで通りでいきますんで、まあよろしくお願いします。お願いします。ということで、えー、来年もね、ぜひとも、池袋なーよろしくお願いします。ます。アスカーズです。 えー、サブチャンネルもやってます朝川座のビデオで検索してくださいよろしければチャンネル登録お願いします